こんにちは、土の子です。さあポケトルね、ディアンシーレベルアップバトルやっていきましょう。まずはステージレベル30から。30はね、みんなのコメントを参考にして、まあ、ボスゴドラのメガパワー、これで一気にメガ進化させてお邪魔を消していく。そしてディアルガのね、ブロック寿司プラスで、あとは攻撃力要因のメタグロスで OK でしょう。ノーアイテムでいきましょう。さてと、まずはなるほど、バリアを削っていきたいですね。バリアをなかなか削らせてくれないな、これは。まあ上からを狙ってって、いけ、メガパワー失敗。そしてわお、メガパワー、メガパワー、なかなかメガパワー成功しないな。ほい、よし、メガ進化、メガ進化したら結構強いと思うよ。きた、トントントンと。ここはもう一回メガ進化させて、そしてどうしようかな。こうして、ほいほい、どうしようかな。あ、結構迷ったけど、コンボが続いてくれたら強いっすね、やっぱり。結構迷い迷いやったけど、はい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 、残り手数は6残りましたね。パーティーが揃ってれば結構簡単に倒せるかなと思います。揃ってなくてもね、手数プラス5を使えば結構余裕めにクリアできるでしょう。ということで30クリアでマックスレベルアップゲット。さあディアンシーのね、50いってみましょう。ボスゴドラ、前回と同じですね。ディアルがメタクロスジラーチで、これもノーアイテムでいけるみたいなんでいってみましょう。まずはボスゴドラのね、メガ進化を早くしていきましょうという感じ。来たね、ようやくボスゴドラが揃う。はい、いいですね。はい、倒すことできました。のアイテムでいけますね。はい、メガスキルアップゲット。さあ進んでいきましょう。さあディアンシーのね、100いってみましょう。これもボスゴドラにジラーチコンビで、でディアルがいきましょう。手数プラス5を使っていきますね。さてと、まずは早めにメガ進化させていきたいですね。メガパワー、よしぞ。ボスゴドラ揃えて、ここはこれでメガ進化が完了。そしてボスゴドラが揃ってくれる。いいぞ、早くメガ進化しましたね、だいぶね。普通に消していきましょう。なかなかコンボしないと厳しいね。プラスアタック、1、2、3、はあ、終わった。マジか、強い。大コンボが絡まないときついな。さあレベル100なんですけどね、ちょっと手数プラス5で、3回ぐらいやってね、全部ギリギリで負けるみたいな感じが続いちゃってるので、これちょっとね、もう、お邪魔ガード使って倒しちゃおうかなと思います。ちょっと強いパーティーがいないね。うわ、なんかすげえなこれボスゴドラだらけじゃねえかよ。なんだこれどうなっちゃった。
どうやっていこうかな。ちょっともう綺麗にしていっちゃおう。よし。いや、さすがお邪魔ガード強いね。やっぱお邪魔ガードですよ。アイテムケチるとめんどくさいね、やっぱり。アップダウンとかのクチーとかいたら強いんだろうな、やっぱりな。そこまで育ててないもんな。はい、残り手数5でクリアすることできました。なかなかやっぱスコア高いですね。で、100でメガスキルアップ1個ゲット。さあ、ようやくのね折り返し地点、ディアンシーのね150までやってきました。まあ、パーティーはねボスゴドラにジラーチ、このパーティーでいいんじゃないかなと思います。で、前回お邪魔ガード使ってね、結構いい感じに倒せたんで、今回もお邪魔ガード使おうと思います。お邪魔は50と同じで、四隅にブロック、真ん中にバリアのパターンですね。なのでお邪魔ガード使うので、おそらくお邪魔はしてこないでしょう。いきます。手数プラス5とお邪魔ガード使っていきましょう。2300コイン。さあ、いきますよ。これで順々にしていくっていうパターンですね。まずはメガパワー、 OK。 あとはそうだね、ちょっと上をきれいにしていきたい。オッケー、バリア消せた。でかい、これは大きいですね。メガパワーも成功してボスゴドラが揃う。完璧。はいはい、よし。ここは、ああ今間違ってタッチしちゃった。さてと、ここも上から落としてコンボ。ちょっとなんか不安になってきたな。大丈夫かこれ。これは僕はパワーアップ積まないとダメだったか。プラスアタックはもう全然、ちょっとダメージが全然足りてないね。いやー、これ超大コンボが起こんないと絶望的ですね。もうね、ここでの失敗痛いね。パワーアップが必要だ僕には。メガスタートは早かったんで、メガスタートはなくてもいいけど、ちょっと火力的に足りないね、やっぱりね。ちょっとよろしくないですな。パワーアップが必要でした。はい、ちょっとね途中もたつきましたが、残り手数1でちょっとギリギリだったけどクリアすることができました。やっぱり僕はねちょっとパワーアップないと厳しかったかなという印象です。はい、150もこれでクリアすることできました。マックスレベルアップ1個ゲットということで、一応半分終わりましたが、なんか情報によるとね190あたりから結構厳しいみたいで、またこれね駆け抜けるのが結構大変なステージになってるみたいです。またねこれ300まで行くの結構大変なステージになってるみたいです。ということで、まずはね150まで動画にしてみました。よかったらまた次も見てください。ちちょんこでした。